左のコーナーには森川が待っている。中に入っていく。そしてまた大場だ。来るか。わーさあ2分の2。少し中の得点を増やしたいところでしょうけど、なかなかそうはいかないところが千葉の怖いところですよね。そうですね。見応えがあるゲームでしたけれども、残念ながらね、あの専修大学は敗れまして第4位でしたけども。わったスリーポイント。なるべくオープンを作らないようにというところなんですが、ボールの周りも非常に速い一番です。速くなってきましたね、アウト。わー4分の1込んだ。なのでエドワーズ選手が打たざるを得ないという、スリー森川来たはまずいですよね。これもほぼもうキャッチアンドショット。コンペットに渡った。なんとか渡った。ねじ込みました。自ら打ちませんでした。ダブルチューブ外に振って森川、川村、アウダへと渡った。ナイスアシストになりましたね、完全に。いやこういうところは絶対必要ですよね。ドライブからキングに渡ってスリーポイント。若い力でっていくかというプレーでした。これが最後ベースラインに沿って河村のドライブ、そして外に送っていってキング回のスリー。いやこれが若い力ですね、躍動しています。いやですから一ついいプレーがあると、はい、河村がスリー打っていきましたが落ちる。残り1分を切りました。河村スティール出ました。スティール、ここでさあ中盤のスティール。河村、富樫から河村が奪って、そしてイージーバスケット、すかさず千葉タイムアウトです。いやー広田さん、もう一言二言ぐらい今のプレー欲しいんですけども。いや本当に大学の時もあのプレーは得意中の得意なんですけれども、